クルルーーズ船のののターミナルが整備されるのは広島市南区宇宇海岸の宇品鳩場公園です県は広島を訪れる観光客数増加のためにクルーズ船の受け入れ環境を充実させることが不可欠としてターミナルの建設を決定これにより船を利用する外国人観光客の出入国の手続きが円滑に行えるということですターミナルは走行費、 8億3600 3万円をかけ来年3月に完成すする予定です広島港には今年度、内名港のほか五日市港と合わせて昨年度の4倍以上となる63隻のクルーズ船が入港する予定です。